三重県尾鷲市では今年初めての漁が行われました。夜明けとともに尾鷲港には漁を終えた漁船が大漁旗をなびかせながら次々に入港し、ブリやクエ、イカなど新鮮な海の幸が水揚げされました。その後、尾鷲魚市場で始まったのは初競りです。威勢の良い声が飛び交う中、仲買人が希望の価格を木札に書き入れると次々に競り落とされていき、年始の市場は早速にぎわいを見せていました。